マリコちゃんが踊っています。上手なのか下手なのかよくわかりません。とにかく踊るのが楽しくて仕方ないみたい。そんなマリコちゃんを眺めている人がいます。椅子に座っているおじいさんです。眺めているのが楽しくてたまらないみたい。そのおじいさんがおもむろに立ち上がりました。片足を上げ、次に両手を上げました。それから戸惑った表情になりました。おじいさんの肩が一つ床に落ちたのです。苦労して肩を拾い上げると、おじいさんは椅子に腰を下ろしました。マリコちゃんはまだ踊り続けています。ちょっと大人びた仕草も見せたりします。それがまた可愛らしいのでした。おじいさんがマリコちゃんを眺めています。ちょっと悲しそうな眼差しで、